はいどうも、ピーコース、まえちゃんです。ひろみちです。きちです。ひろむです。ゆうせいです。せいやです。はい、今回なんですけどもサッカー陣の2試合目はあー、勝とう。次は今ね、あの結果が1-1-1-0-0でもゼロやになっているんで、はい、はい、もう一発芸はもうないでしょうということではい、そんなこと言ってる人は大体やりますからね。今回の配役も前回同様なので、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。絶対勝つ。よろしく頼む。よし、はい、いきます。絶対勝ちます。次、あ、同じ占い師、よかった。お願いします。なんてやねん。お願いします。せお願いします。なんてやねん。剣を取ります。夜になりました。皆さん目を閉じてください。占い師は目を覚まし占ってください。人狼は目を覚まし、仲間を確認してください。怪盗は目を覚まし、誰かのカードを盗んでください。それでは皆さん、目を開けてください。おーいしょー。大事やな、2試合目。相変わらず七やん。結構止めてたよ、今。さあ、行くぞ。それではサッカー会議を開始します。はいはいはい、オッケー。よっしゃー。怪我して怪我して、すごい来た。あれだけ言うわ。マリオカート。はい、あ、あ、どうする。はいはい、何何何、他いない。はい、僕です。僕の話です。はい、話しかぶりね。はい、で、もうこの時点で、そうですね、対抗ですね。この時点でこいつは人狼か、わからん、狂人か。内訳発表する前に、内訳発表した方がいいか、2人は。あ、内訳発表する前に逆に聞いてもいいよ。いや、でも聞いたらその後裏付けてくるやん。そしたら、あー、いいよ、いいよ。怪しいな。いいよ、これ、この時点で、あの、村人側有利やっていうことが分かったから。いや、俺発表すんね。村人、人狼。村人、人狼。村人、人狼。あ、一緒、村人、人狼。おー、なんかいるの。だから、多分あの、俺側からすると人狼と村人、もう確実に人狼村人やから、ここは人狼と狂人しかおらんねん。ああ、村人人狼で確定ってことやろ。村人人狼は確定。村人は2人しかおらん。そう、村人2人と人狼1匹しかおらん。狂人おらん。怪盗と狂人おらん。だからせいやが狂人の可能性もある、人狼じゃなくて。ああ、全然あるけど。そう、逆もそうや。逆もしっかりやる。で、ゆうは、ゆうは村人。あ、同じだよ。いや、村人の人、いや、あの、もう一人しかおらんからね。だから先に言った。だから、っていうことは回答がおるわ。おるおるおる、回答。それはあるかも。お前らはない。でも、怪しない、怪しない、怪しない、占い。あ、そう、こっちがどっちか。あ、だから、どっちかが人狼か狂人。狂人か人狼か。でも、ワンチャン合わせてない。あれ、それもあるけど。いや、でも、それはない。あー、おーあ、でもいいよいいよ。あの、村人とか勝てるんやったら俺ら人狼やと思ってくれてる。結構1か1かするの。だから俺は渡し、それやったら俺らどっちも人狼やと思うんやったら、村人側が確定してるんやったらそいつら持って補充して決める。いや、俺はさ、なんか回答出てきて、回答が誰奪ったかで、村人奪ったんやったら、もう村人そいつはまあ確定するわけですよ。でも多分この状況、多分人狼奪ってる可能性ある。回答結果か。いや、回答にボール渡されたから。ああ、今のところこの2人そのままで確定になるよ。確定になるよ。え、だって村人じゃない。いいな。似た。え、じゃあ拒否人狼か狂人か回答か。回答か。この2人どっちか回答の話がある。勝負出ていい。いけ、よいけ。おぶねー。何々も拾う。あ、でも、じゃあ、そんなことない。わからんわからん。あ、カイト、じゃあ、人狼奪っとる。絶対そっか、狂人。ごめん、俺村人。俺らどっちも人狼やったら、この時点で。じゃあ、
だってパス。いや、そうよ、そうよ。だから、ちなみにさ、俺今趣味来てさ、結構その、行く気なかった。なかった。確かに、確かに。お前、そんなんだけで判断すかい。じゃあ、ボリューティー強靭。おぉ、ってなると、なると、俺はもう、まえちゃんと、あの、七を守る、あの、カルトの。俺も強靭。誰か、誰人狼。村人、村人。じゃあ、村人の中に。多分やけど、今の中では、村人、強靭回答中。でも、じゃあ、これまず、あの人狼を処刑しなあかんから、七が、いろいろそれやったら、何処刑したら、村人側の。俺、多分、俺、舞ちゃん、人狼やったら、絶対そうだよ。せいやが本当に人狼やったら、まず俺に持たせる意味やから。知らなくてもアホやん。じゃあ俺、でもなんかファッション的に僕村人中国から出てきたんちゃう。信用してほしい。マジでなんかお前もしさ、あ、いい、それでいい。あ、これで治療口を暴いていく。俺も村人やから。え、でも死者強靭って言ってる。俺と聖夜が強靭やった場合、どっち処刑しても負けやん。え、だからここ処刑せんだけど。おい、怪しいぞ、誘導してんの。でも、あれもうなんか舞ちゃんもじわじわ原因ないんだよ。じゃあ、俺は守備。え、確率の問題って。あ、でも、舞ちゃんさっきボール持ってたやん。で、死が強靭やとしたら、あ、でもさっき。いや、じゃあ、だから俺守っとる。だから俺守っとる。こいつにやられるのが一番怖い。死に点取られん。勝ったらいい。死に点取られんのが一番。ここ多分2人のうち、予想はどっちか回答やと思う。勝ちで。ガチやな。それやったらもう七が人狼の可能性結構ある。いや、そうだよ。その目線が絶対あるはず。七は強靭。俺も七は強靭やと思う。マジ強靭。だってなんか人狼やったらもうちょい守備頑張りそう。そうね。なんかさっきの状況でさ、あの強靭、人狼一人しかおらんって分かったんで、強靭不利な状況であのタイミングで。確率の問題やけど、それがその、いや、だから別にこいつらから決めさせんとけばいいんだけど。
え、これ、これ判断する。あ、もう判断してくれ。これなんかあれやな、ちょっとこんな長いリベーション長いわ。わー、今のでもいい試合やった。いい試合わかんないもん。ごめんごめん、もう俺の独断で決めよう。裁判の時が来ました。ひろみつさん、誰を処刑しますか？流星を処刑します。なんでなん？分からん、もうやばいやばい、なんでなんとか言ったけど。今回は村人陣営の勝利です。うわぁ、どれや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 、回答やろ。いや、違う、人狼。え、うわ、でも、お前人狼。あ、お前らと、あ、違う、俺村人やろ。あ、占い師やろ。俺勝ちちゃう、俺勝ちちゃう？あ、違う違う、勝ちです。え、勝ちな、なんで？俺強人。強人？こいつ回答で俺のタグ。そうです。やんな。イエーイ！おい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 、危ない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 。俺らずっと戦ってたけど。すごい、ごめんごめん。すごい、すごい。お前の言うことも正しかった。すげえわ。いや、俺予想は違ったけど、いや、流星やと思った。いや、でもちょっとこっち、えぇ、よし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 、流星か。いや、今のは、よし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 、今のはあったもたんやった。いや、お前のおかげで勝てたわ。いや、マジでありがとう。すごい。いや、俺とあえちゃんめっちゃ戦ってたの。ひろみ中世、流星もっとうまかったな。マジか、うまかった。ポイント今どんな感じ？2-2-2-1-1-0。あ、なるほど、まだある、まだ110かな。やばい、マジでわからんかった。いや、わからんかったの。でも占い師って言われて、あ、こいつ当てたから、あ、俺負けるわと思って。全くそうやった、俺占い師やった。いやー、おもろかったね。いや、もう誰も信じられない。じゃあ次、最終決戦、はい、3試合目いきたいと思います。誰も信じられない、誰も信じられない。何、いいコース怖いっすね。このローター買ってもうた、お前はまだ買ってないか。スピードンかっこいいよ、変わらいいと思ってない、いいよ。